そして飛ばすタイヤは一般的な軽自動車のタイヤ、セダンのタイヤ、スポーツカーのタイヤ、10トントラックのタイヤ、F1 で使われるスリックタイヤ、そして重機のタイヤ、計6種類の様々な種類のタイヤを飛ばし、最もジャンプするタイヤの飛距離を調べる。まっすぐ行くのよ。そうですね、これも問題だった。検証開始。まず最初に飛ぶのは重さ 4.8kg、直径 52cm、値段7800円の軽自動車のタイヤです。軽自動車のタイヤ行きます。お、さあ軽自動車タイヤスタート。うわー、飛んだ。お、助走スピードは時速97キロ。さあ飛距離はどのぐらいでしょうか。結構ちゃんと飛んだね。軽自動車のタイヤ、どれだけ距離を伸ばしたんでありましょうか。飛距離が出ます。29メートル。軽自動車のタイヤ飛距離は29メートルです。続いて飛ぶのは重さ 10.2キロ、直径 60.5センチ、値段2万トンで700円のセダンのタイヤです。はい、セダンのタイヤ行きます。アムロ行きますみたいな。さあセダンスタート。まっすぐ行くんだね。いった。セダンのタイヤ、助走スピード126キロ。危ないよ。お、危ないよ、危ないよ。さあ飛距離が出ます。軽自動車を抜きました。飛距離は30メートル。軽自動車のタイヤを抜き、トップ30メートルです、さあそして重量11キロ、直径 62.5センチ、値段84000円、スポーツカーのタイヤであります。あ、はあ、これイメージだとピューンっていくのかな、やっぱり。スポーツカーのタイヤいきます。軽そうなんだ、うん、スポーツカーのタイヤスタート。ああ、助走は131キロ。これは止めれば見る。飛距離31メートル。セダンのタイヤを抜いてスポーツカートップの31メートル。さあそして重量48キロ、直径83センチ、値段21万円の10トントラックのタイヤの登場です。これ行くんじゃない。これ10トントラックのタイヤ行きます。さあ10トントラックのタイヤスタート。うん、お、早い。助走は137キロ。おっと、これは伸びる。高い、伸びた。すごいよ。飛距離は、これは大きく距離を伸ばした。お、すごい。距離44メートル。おいったね。ここで10トントラックのタイヤ、他のタイヤを大きく引き離し、トップに立ちました。おうおう。さあそして重さ 11.5キロ、直径 56センチ、値段およそ100万円の F1 のタイヤが飛びます。出た。 F1 のタイヤいきます。これいきます。F1 のタイヤスタート。うわ、おい。助走101キロ。あれ、飛距離21メートル。落ちた。 F1 のタイヤ伸びず。トップは変わらず10トントラックのタイヤ44メートル、うん、さあ最後に飛ぶのは重量220キロ、直径170センチ、値段38万円の重機のタイヤです。重機のタイヤ行きます、うん、はい、離します、せーの、はい、They took this off your mother's scooter, John. せーの、はい、行くよ。
141キロ。さあどうだ、全てはこのジャンプにかかる。さあ結果が出ます。重機のタイヤ飛距離40メートル。最終結果はご覧の通りです。 I'm tired of this shit. Hello.